ルージャ・マグドルナ、ヘルシンキの2007年大会にて、パーパイヨツイ、キーウの2017年大会にて、ハンガリーのユーロビジョンソングコンテストでは、ハンガリーにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。ハンガリーのユーロビジョンソングコンテストへの初参加の試みは1993年のスラーク・アンドレアであったが、この年は、急遽産主義圏での予選。 クバリフィカツヤザ、ミルストリートで敗退し、本戦に出ることはできなかった。ハンガリーから、初めて参加を果たしたのは、バイエル・フリデリカで、翌年の1994年大会でのことであった。最初の3回の投票ではハンガリーは首位に立ったが、その後はハンガリーへの票は伸び悩み、最終的には4位となった。しかし、 この大会でデビューした国々の中で唯一ハンガリーは検討した。1995年大会ではわずかに3ポイントに止まり、順位も最下位のドイツに次いで下から2番目と低迷した。続く1996年大会ではデルフ・シャジョンは予選通過を果たせず、本戦には参加できなかった。 ハンガリーは1998年大会への参加後、長く不参加を続けたが2005年大会で復帰し、NOX は決勝で12位となった。ハンガリーは2006年では、再度不参加を表明したが、2007年大会では、ルージャ・マグドルナが参加した。ルージャは、ハンガリーの音楽アイドルオーディション番組メガスターの3人目の優勝者であった。ルージャ・マルドルナは、 ハンガリー代表としては、初の英語曲、アンサブスタンシャルブルーズで128ポイントを集め9位となった。2008年大会で準決勝で再開となった後、ハンガリーの放送局マジャールテレビ総は、2009年大会への参加を表明した。MTV によって選ばれた曲が以前に発表済みのものであったことが明らかになり、ユーロビジョンのルールに抵触したため、 これに代わって、トンポシュカーチャのマガニオースクシニックがハンガリー代表となることが決まった。しかし、トンポシュは劇場での女優活動のため、ユーロビジョンには参加できないとして代表を辞退した。その後、アードクゾルターンのダンスウィズメが2009年のハンガリー代表に選ばれた。2019年末、次回のコンテストに出場しないと、マッタが宣言した。 原因は不明だが、ハンガリー政府は、近年のコンテストについて、LGBT に傾きすぎると問題視するのでは、ないかと、ガーディアンが伝えた。ハンガリーから高得点が送られた国々、ハンガリーに高得点を送った国々、出典・得点の合計は、決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。ありがとうございます。